カヤックの魅力、どうしてカヤックが好きなの？やっぱ波乗りじゃないですかね、はい、波乗りと、あとは自由にどこでも行けるっていうところじゃないですかね。海抜ゼロメートルで水面に近いことがなんか楽しいですね。水の上に浮くってすごく気持ちがいいんですよ。だから漕いでなくても浮いてるだけでも楽しいので、私はもっといろんな人が体験でもいいから楽しんでくれたらすごい嬉しいです。2人で漕いでお父さんと一緒に船乗るっていうのはどういう感覚なんですか？やっぱり声かけてその1日に行って一緒に漕れることがすごい楽しかったです。カヤックの魅力は道がないところを漕いでいくところが魅力です。三陸初めてなんですけれども、食べ物も美味しいし楽しかったです。美しい海岸線が自慢の宮古市が誇る海のイベントであるシーカヤックマラソンレースは、宮古港開港385周年の平成12年から始まり15回目を迎えました。シーカヤックマラソンレースは左右に水かきがついたパドルを使ってカヌーの一種であるカヤックを漕ぎ、海の上に設置されたコースをタイムレース形式で競う競技です。希望郷岩手国体では県民の皆様が参加対象のデモンストレーションスポーツとなっています。皆さんもぜひ参加しませんか？今日はシーカヤックの乗り方について講習したいと思います。よろしくお願いいたします。これをパドルと言います。漕ぐ道具ですね。パドルは正しく自分に向くようにしないといけません。ですのでこのマークがあります。マークがある方を上下左右正しく自分に向くようにしてください。つまりこのマークがこうなってると後ろ向き、反対ですよね。こうなってると左右が逆です。ですのでこうひっくり返してみて、このマークが正しく抜くというのが OK です。それでは今度は持ち方です。ここにこういうこのゴムの輪っかがあると思います。これはですね、雫が自分の方にこう垂れてこないようになっているので、これは調整できます。こう自分で持ってこう調整できますので、これは後で調整してみる。でこれ目安にできると思います。では正しいグリップの持ち方です。まず上にバンザイ上げます。頭の上に下ろします。そうした時にこの角度が90度直角になるような位置で握ってください。もうちょっと広げてもいいかもしれません。皆さんいいですか？90度になってますか？はい、なった位置で下ろします。下ろした時に今度はこれをブレードって言いますが、このまっすぐのこのブレード、細いところと自分の拳、ナックルが一直線になるように握ってください。そうすると例えばこう握ってたりこう握ってたりはダメです。このブレードが自分の拳と一直線になるように、はい、 OK です。これなぜかっていうと、これ非常に重要なんですけれども、ブレードが海に入った時にこういう風になっていると切って前に進め推進力を得られません。ですのできっちりとこのブレードと拳が合っていないと正しく力を水に伝えられません。前に進みません。ということでこれが非常に重要です。持ち方は OK ですね。持つ場所と持ち方は OK ですね。今度は漕ぎ方になります。まず先ほど言った4つの漕ぎ方のうちの1つ目、フォワードストローク、前進の漕ぎ方です。前進の漕ぎ方、まず、コックピットに自分が乗ったつもりで考えてください。ザブンと右斜め45度あたりに入れます。引きます。今度は左を入れて引きます。これを繰り返す。これがフォワードストロークになります。でこの時、最初推進力を得るためにかなり力が必要になりますので、できるだけ立てて深く入れるということが必要です。そしてスピードが乗ってきたらばそんなに力を入れる必要はないです。そうすると少しこの角度を緩やかにして45度ぐらいの角度で漕ぎ続けると楽に漕げます。これがフォワードストロークです。はい、じゃあ次は後進バックストロークですね。バックストロークの場合逆に
斜め後ろにザブンと入れます。45度くらいですね。そしてこれを前に押し出す。今度左も同じです。こういう風に前後ろに入れて前に押し出す。はい、これでずっと漕ぎ続けることはないので、これはあの方向転換だとか狭い場所に行った時にあの方向転換するだとかそういった時にしか使いませんので、形を覚えていざという時に使えるように訓練しましょう。これで2つ終わりました。3つ目です。あの右に行きたい左に行きたいっていう時の漕ぎ方です。さっきフォワードストロークってのは結構深く入れてましたが、回っていきたい時は回っていきたい方向の反対方向のパドルを海面を吐くように何回もこう漕ぎます。海面を吐く、いわゆるスイープするということですね。でスイープストロークと言います。例えばこう曲がってきたよって言った時は海面を吐くように、でその時に片側だけ漕ぐ、こっち側漕がない、片側だけ漕ぐことによってこういうふうに推進していきます。今度は逆にこっち側に行きたい、同じようにこう吐く、はい、でこう推進していきます。ここで3つ終わりました。で最後ブレーキのかけ方、4つ目ですね。水の中でブレーキをかけるっていうのは推進力を止めるっていうのは抵抗を強めるということですので、このパドルを水の中に突っ込んだままにします。はい、そうすると水の抵抗でスピードが鈍ります。これを交互に入れます。なぜ交互かっていうと、片っぽだけやるとこう回ってしまいます。こっちだけ入れるとこう回ってしまいます。ですのでまっすぐの状態でストップをかけたいときは交互に水の中に入れて抵抗力を増します。これがブレーキのかけ方です。でさらに急激にブレーキをかけたいとき、これは推進する力と逆の力をかけてやればいいわけですから、フォワードストロークのときはバックストロークを入れてあげる。これで急激に止まります。こう水の中に入れるだけではなくってバックストロークをかけるということで止まります。逆にバックの時に急激に止まりたい時はフォワードストロークを入れると。でこれ4つの漕ぎ方をしました。上底の仕方です。で一番気をつけていただきたいのは、海の中で乗りますのでその時の乗り方です。半分あるいは3分の2手が海に浮かんだ状態で乗るので、こういう乗り方をするとひっくり返ります。これも非常に不安定なのでこう乗った瞬間にひっくり返りますので、これは気をつけてください。これはあの、降りる時も一緒です。ですのでちょっと行儀が悪いんですが、男の人はですねこういうふうにまたぎます。またいでお尻を落とします。ストンと落としてここから足を入れる。そしてこれで OK です。出る時もこういうふうな形です。女性はこれはちょっとね格好悪いので、だいたい脇からお尻を落として足を揃えて乗り込む、これが美しい女性の乗り方だと思います。降りる時もこれで OK です。決してこれはやらないでください。ということで上底の仕方、それから船を降り方 OK です。ここまでやりましたので、多分皆さんはもう頭の中ではもうカヤック全部漕げるようになってると思います。で会場に出てこの後実際に漕いでみたいと思います。まっすぐ漕げない理由いくつかあるんですけど、一番の理由はあの真ん中にちゃんと乗ってない時です。だからお尻がちゃんと真ん中に乗ってるかっていうことと、どうしてもあの利き手があるので左右のこの力が違うということで、どうしてもまっすぐに漕げない場合があります。
あ、なんか最初はうまく漕げなくてちょっと怖いなって思ったんですけど、慣れてきたらすごくこう景色も綺麗なのが楽しくなってきて、でだんだんこうコツじゃないんですけどうまく進めるようになったら、こうどんどんもう前に行こう前に行こうっていう気持ちになって、すごく面白かったです。初めて乗ったんですけれども、なんか陸上とは違ってすごくこう重力を気にせずスイスイ進めてとても楽しい経験でした。また乗りたいです。最初はバランス取るので落ちそうで怖いと思うんですけど、とてもやってみると楽しいので、ぜひいろんな人にやってもらいたいです。海の上にこう浮かぶのはですね、すごい気持ちいいので、ぜひ皆さんも体験してみてはいかがかなと思います。カヤックはですね、非常に、簡単に誰でも手軽に楽しめるスポーツですので、宮古の方々だけに限らず岩手県内の方々、たくさんの方々に楽しんでいただければなというふうに思っています。宮古のこのリアスハーバー宮古にお尋ねいただければ、簡単にインストラクターがお手伝いをして海に出られますので、皆さん、ぜひいらしてください。東京岩手国体のデモンストレーションスポーツとしてリアスハーバー宮古で開催されます。コースは5キロの部、10キロの部、17キロの部があります。部門はシングル艇と2人乗りのタンデム艇があり、シングル艇はシーカヤック、スプリント、60歳から69歳が出場対象のシニアと、70歳以上のグランドシニアに分かれています。タンデム艇の部門は艇種、年齢、性別は問いません。デモンストレーションスポーツは子どもからお年寄りまでの皆さんが参加対象になります。皆さんの参加をお待ちしております。のんびり三陸の海を丸ごと楽しんでみませんか？